はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。クールドックスのジョエルです。アメリカのナショナルショーに来ています。今日は2022年8月じゃないすいません、12月、いや夏の気分だったから、12月のいつだっけ、17ですね、今日17、日本は18かな。今朝8時半だから夜の10時半ですね、日本は。だからまだ同じだ、17ですね。今日は12月17の、だから今ここはフロリダです、アメリカ。オレンジなんとかセンター、ここに書いてある、オレンジカウンティーコンベンションセンターっていうところ、ここで AKC のナショナルショーが開催されます。犬がもうすごい集まってきてますよ。てか集まってきてますよじゃなくてね、もう始まってるから急いで行かなきゃいけないんですけど、どっから入るんだろう。なんていうのかな、ほらここにほら書いてある、ナショナルチャンピオンシップドッグショーって書いてあるじゃないですか、 AKC。 ね、ウェストミンスターってなんかほら紫じゃないです、紫と黄色、クラフトって緑じゃないですか、 AKC 赤いですよね。初めて来た AKC の、 AKC のショー初めて来た。AKC のショーには来たことはもちろんありますけど、そのナショナルショーっていうのには初めて来ましたね。ちょっとね、もうね始まってるので、なんていうかちょっとどうしようかな、ちょっと行かなきゃいけないんですよね。で、僕が今どこにいるのかがね分かってないんですよ、全然。これ僕はどこにいるのかな、何この犬、ブリュッセルグリフォン、ブリュッセルグリフォン見てください、ほら AKC のね、マークがあんなに大きく書いてあります、書いてあります、書いてある、書いてあるじゃないけど、ちょっと待って、どこでやってんだろう。てか、ここがどこなのか全然わかんないんですよね。それと入場料払って入ってきてないんですけど、大丈夫なのかな。入場料払ってないけど大丈夫なんだろうか。もしかしたらここはなんかほら、なんか選手控え室みたいなところに勝手に入ってきて、勝手にっていうか駐車場からつながってたから、駐車場、もちろん駐車場のお金払ってきましたよ。で、駐車場のお金を払って駐車場に入れて、それでその駐車場に車を止めて僕は入ってきましたけど、なんかね、どう言ったらいいんだろうか、裏の入り口みたいな感じに見えるところから入ってきたんですよね。なんか正面玄関みたいなところじゃなかったわけですよ。だからいいのかなと、ただちょっとなんかふわっと入ってきたから、てか今8時半ですよ、朝。なんかあんまり人がいないし、こんな時間に撮ってて大丈夫だろうか。今これ何番リングなの、31番。ああ、なるほどなるほど、あっちに2番とか。ちょっと一回止めようかな。ああ、始まってる始まってる始まってる。ていうかちょっとね、僕ね今日はミニチュアアメリカンシェパード行かなきゃいけないんですよね。ミニチュアアメリカンシェパード何番だっけな、ちょっと一回止めますね。今これAKC のブースがここにあって、
すげえなんか探し回った。なんかここにありました。ここ買いました今。今買いました。ちょっと探そう。ミニチュアオーストラリアンシェパード探せ。ちょっと待って、ね、よいしょ。いや、明日だということが分かってしまいました。AKC のホームページからショーのスケジュールをの URL をそのちゃんと開いて見てたんですけど、ミニチュアアメリカンシェパード11番リングって書いてあったのに、11番リングに行ったら、だってトーラーがやって、ノバスコシアダクトリングレトリバーのジャージやってたんですよ。おかしいなと思った。18日で明日でしたね。しかも20ドルのカタログを買って分かりました。そこにカタログに書いてあるただそのスケジュール表だけを見て、もうなんでこんな、もうで結局ね、その AKC のホームページからダウンロードというか、まあ、そこのページの URL のページのスケジュールと全く同じものなんですよ。それはそこに書かれているのは、ただそこに書かれている表と同じ、全く同じものをこの分厚いカタログでただ見て分かりました。今たった同じ、ただ1ページのこの分厚いこのカタログの中の1ページを見て分かりましたね。あれ、これはあれなんじゃないかな、あのポチギウォータードッグじゃないかな、これプードルかな。アメリカはプードルのパーティーカラーのプードル多いですからね。これイタリアングレーハウンドだ。イタリアングレーハウンド見ようかな。でも喋りながら見るとうるさがられるんだよな。ちょっと待ってくださいね。ちょっと回って、ちっちゃい声で見ようかな。ちょっとアメリカのイタリアングレーハウンド見たいんだよな。あーなるほどね、あーなるほどね。アメリカのイタグレ、なるほどね。アメリカのイタグレ、 AKC のイタグレです。あーなるほど、ヨーロッパのイタグレとちょっと違う、ヨーロッパのイタグレとちょっと違う、ヨーロッパのイタグレとちょっと違う。なるほど、なんかヨーロッパの方がちょっとゴツゴツしてますよね。骨がゴツゴツしてるみたいな感じがする。うわすげえ、このビーグル見てください。なんか白プラス白みたいな、白プラス白みたいなビーグル、白に白みたいな。あ、このビーグルいいわ。この犬、この犬ですね。この犬いいわ。なるほど、ビーグルもやばいな。ポインターもいいですよね。いやポインターもいいわ。このなんかアメリカの小道具のポインターすごい好きなんですよね。あのウェストミンスターのマスコットになってるポインターすごいかっこいいですよね。なんかただ単に荷物が増えた。車に置きに行こうかな、マジで。あ、パピオンだ。ちょっと待って、パピオンどこでやってる。ちょっとパピオン行くかな。いや、ちょっと待って、ちょっとどっか何をどこでやってんのかちょっと調べていいですか、きちんと。で、これから見たいジャッジのところに行きます。子供の頃、あのビーグルを飼ってました。もうなんていうかな、小学校の時から僕はほら宇宙の王だったから、宇宙の王パピオンだったから、
友達なんかいないし、まあ、別にいなくてもいいわけですよ。欲しくもなかったわけですよ。だからそのビーグルだけが友達でしたね。その犬がいなかったらこの仕事してないです。その犬がいたからこそ僕は今この仕事をしていますね。あのね、あのほら、よくほら友達100人できるかなってあるじゃないですか。あれはね、あの友達がなんかね、あの歌によって友達がたくさんいることの方がなんか素晴らしいことのように、あのそういう印象をね、小さい時から植え付けられるんですね、日本人というのは。それはとてもダメなことだと思いますね。そんな誰にでも好かれるなんてことはね、ありえないんですよ。しかもただ個性のない、なんか全員に無理やり好かれようとする、なんかあんまり八方美人の出来損ない人間だと思いますね、そういう人間は。個性がなくて、今自分の状態を見てください。友達がそんなたくさんいますか？100人とか友達いますか？ありえないですよね、そんなのね。そんなの。だって自分愛している夫婦でさえも、愛し合っている夫婦でさえも喧嘩するんですよ。愛し合っている夫婦でさえ喧嘩するのに、そんな仲良くできないですよ、簡単には。つまりそんなね、ものすごいマブダチなんてね、できないんですよ、簡単には。一生のうちで一人でも本当の親友っていうのがね、できればね、その人はすごく幸せな人だと思いますよ、一人でもね。そういうものですよ、友達って。そういうもの、そんな100人も友達できるやつなんてのはね、むしろ信用できない、そんなやつ。だって親子だって喧嘩するんですよ。愛し合っている、愛し合っている恋人としても喧嘩するんですよ。それなのに、そんな誰も彼もから好かれるなんてありえないですよね、それ。ね、それ選挙にでも出ようと思って、それ嘘ついてるだけで、それ詐欺師ですよ、そんなやつ。政治家だってみんなに好かれようと思って一生懸命なんか言ってますけど、腹の中ではなんか別のこと考えてるかもしれないじゃないですか。信用できないですよ、そんなの。あの友達100人できるかなの歌によって日本人はダメになってますね。なんか友達がたくさん多いことの方がなんか素晴らしいことのような、なんかみんなから愛される人の方がなんかいいことのような印象を植え付けてますよね、あれでね。今友達そんなたくさんいますか、皆さん。どうですか。それでじゃあ100人も友達がいて、それ幸せですか。みんなをその100人全員を愛してますか。ありえないでしょ、そんなこと。つまりみんなから好かれるとかね、友達がたくさんいるなんていうのはね、そんなのは詐欺師かなんかなんですよ、そんなことができる人間っていうのは。だからむしろなんか友達いませんっていう人間の方が信用できますね。そしてきちんと自分のアイデンティティと自分の考えをきっちり持ってる人のような気がしますよね。だってそんな簡単にね、合わないですよ、他の人間と。まして僕なんて絶対合わないですよね。ものすごい、もう宇宙でナンバーワンに変わってるんですから、そりゃ僕と会う人間なんてこの世にいるわけがないんだから、そんなの。だから友達なんていないのが当たり前だと思ってますからね。それで友達100人とか、もうそれ詐欺師だと思ってますね、僕本当に。別にだからって寂しい人生だとは全く思わないし、別に子供の時から暗い人間ではもう全くありませんでしたね。もう学校で一番目立ってたし、その僕を知らない人間なんて絶対いませんから、学校で。高校卒業するまで、まあ大学の時はね、ちょっと人数が多いからその知らない人間もいるかもしれませんが、高校卒業するまでの人間で僕を知らない人間なんて一人もいないですから。
本当に一人もいない。同じ学年だけじゃなくて、その時学校にいた人間全員、僕を知らない人間なんて一人もいないですよ。そして未だに覚えてると思います、僕のことは。つまり全然そのなんていうか、暗くて目立たない人間ではもう決してありませんでした、ね、だからといって友達なんて全然いなかった。まあ表面上の付き合いのお友達みたいのはもちろんそれはたくさんいますよ。表面上のただ単に表面的な付き合いの人間とかね、そのいや例えば日曜日にどっかちょっと遊びに行こうぜとかね、そんなそういう友達っていうのはもちろんそれはたくさんいましたよ。そんな友達はでもマブダチっていうのはいなかったですね。だから本当に親友がいる人って、まあ、僕は羨ましいですし、一人でもいればそれはね幸せなことだと思いますよ。そんな簡単にできないから、親友なんて。そしてそんな本当の友達みたいなのがねたくさんいる人間なんて、そっちの方が信用できない。そんな人間嘘ついてるとしか考えられないから。うわチャイがいっぱいいる、ほら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 、見て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 、チャイがいっぱいいますよ。うわすげえ可愛い、ちょっと待って、ちょっと撮ろう、ちょっと待って。チャイニーズクレステッドなんか人気なの分かりますね。昔はなんかなんでチャイニーズクレステッドが人気なんだろうと思ってましたけど、わかるわ、かわいいもん。私はまだね写真だけとかでしかねチャイニーズクレステッドを見たことがなかった時があったんですよ。だから知らなかったんですよね、無知だったんですよ。そしたら、ね、なんかほら髪の毛がこういう風に、髪の毛と足のところをこういう風にちょっと伸ばしたような、コートをね伸ばしたような感じして、なんかすごいちょっと可愛いなと思って見たら、だから、あ、だから人気なんだと思って、そのほら女性に特に人気なわけですよ。だからそれをその知らなかったんですよね。よし別のところ行ってみよう。ちょっと はい、やってきました、柴犬のリングです。柴犬はねもうね最近はね日本の犬よりもアメリカの犬の方がいいっていう風に、あのね海外ではそういう風になんか言う人が多いわけですよ。そのほらなんていうかな、日本の柴犬ってあのなんていうかな、ちょっとねアメリカでもそうですけど、ヨーロッパでもそうですが、柴犬とか秋田犬とかすごい人気なんですよ。すごい人気なんだけど、その日本の犬よりもね、もうアメリカの犬の方がいいって言われてるわけですよ。それはなんか、あ、これゴマ柴だな。ゴマ柴がすげえ人気なんですよね、なんかね。これもゴマ柴ですね。これもゴマ柴ですね。日本の柴よりも
アメリカの芝の方がいいって言われてるんですよ。言われてるっていうか、言われてるっていうわけじゃない。そうですね。なんか言われてるっていうと、なんかもう、それが定説になってるみたいな感じですが、そうではなくて、言う人が多い。そう、だからつまり、アメリカの犬の方が好みであるっていう人が増えてきたということなわけですよ。なんでかというと、あのね、ほら、これ見ていただくと分かると思うんですが、日本の犬はね、日本の柴犬はね、ちょっとね、痩せてて、ギスギスしてる感じがね、これ見てください、これね、アメリカの犬って痩せてないでしょ。アメリカの犬痩せてないでしょ、ほら。こんな感じですよ。これね、これ見てください、ここの犬たち全部。ちょっとね、これ全然じゃないけど、日本の犬とね、ちょっと違うわけですよ。これ見てください、これ。ナイス、ナイス。It's from Japan. Really? From Japan? Number 37. Okay. この犬ね、今一生懸命違うでしょう、日本の犬とって言ってたじゃないですか。これの犬、日本から来た犬です。ね、なんか違うんでしょ、日本から来た日本の犬となんか違うんじゃないですか。なんかクマみたいになるでしょ。なんかね、アメリカに来るとね、こういう風な体型っていうかね、こういう風な感じがするんですよね。不思議でしょうがないわ。ちょっとほら、なんかちょっとずんぐりむっくりしたような感じで、ちょっとね、日本の柴とね、違うんですよ。ほら、見てください。日本の芝と、なんかね、体型というか形がね、違うようになるんですよ、体の形が。その、これ見てください。ね、なんか日本の犬と、日本の芝となんか違うでしょ。違う、もうすっげえ違うわ。もうずっと撮っていたい、この犬を。これね、違うんだけど、違うのに、その日本から来た犬なんですよ、これ。日本から来た犬なのに、なんか違うんですよね。不思議でしょうがないわ。みんな、武蔵って言って、みんな、武蔵っていうのは、犬、この犬を、ね、知ってるみたいですよ。で、この犬がそのむさ、やっぱ武蔵の方がいいかな。武蔵すごいいいわ。で、これ見てください。すげえいいわ、この犬。武蔵すげえいいわ。この犬、もう、いや、武蔵の方がいいな。これ武蔵、絶対。これはね、だからそのものすごくね、やっぱね、ちょっと違うわけですよ。そう、日本の犬とですよ、同じことばっかずっと言ってますけど、そう、違うっていうのがね、このなんかずんぐりむっくりのクマみたいな感じで、クマのぬいぐるみみたいな感じになるわけですよ。それがね、あのね、どうやってやってるのか分かんないんですけど、それがすごいね、やっぱりね、あの海外では人気なんですよね、これがね。だからこういうこの今武蔵みたいな犬がね、人気なんですよ、本当に。でもほら、日本にはこういう犬いないじゃないですか。なんかこんなずんぐりむっくりしてないですよね、日本の柴犬って。だからアメリカの犬の方がいい、つまりこういう武蔵のような犬が好みでやるっていう風にオーストラリアでも言われてるし、アメリカでもオーストラリアでもヨーロッパでもみんなね、そういう風に言ってるんですよね。不思議でしょうがないですよね、だからね、これは。これ本当不思議なんですけどね。でこの今新しく来たこっちの犬もそれとさ、あの武蔵も全部そう、3頭ともそうなんですけど、これがね、こういう犬ですよ。こういう犬がアメリカ、ヨーロッパ、オーストラリアではとても好まれます。
こんな感じ。犬たちがね、やっぱね、ちょっと違うんですよね。違う、形がね、ちょっとね、違うんですよ。アメリカの柴犬って。なんでかわかんないんです。なんでかわかんないんだけど、違ってくるんです。不思議でしょうがない、本当に。なんかずんぐりむっくりになって、こういう風にだからね、やっぱこっちの方がなんかゴージャスな柴犬ですよっていう風な、この辺はね、この日本の柴犬って感じですよね。この日本の柴犬って感じですね、こっちね、この犬たちは。この犬ももう日本の柴犬っていう感じですよね。だけどちょっとね、違う、日本の犬たちとは違う犬たちがたくさんいますよ、アメリカには特に。で、この今さっき撮ったそのムサシとか、ムサシそこにいますけど、まだそのムサシ今そこにいます。その犬たちの方がヨーロッパ、アメリカ、オーストラリアでは人気なんですね。よし、じゃあちょっと、はい、日本人です。日本語話できるんですか？はい、できます。日本語上手ですね。ありがとう。これは日本から来た犬ですか？これは日本から来た犬ですか？日本の犬？違う、アメリカの。私の自分のブリーディング。はい。How old is she? 17 months. Okay. She's How's she? She's number one bitch. Oh, okay. Best of opposite at the national. Mm-hmm. And all-time winning bitch. Oh, wow. Face is very nice.